お芝居に出会えたことをとても幸せに思っています。いろんな役柄を経験することができ、そしてその人物になりきろうとする一生懸命思ったその瞬間がとても生きがいを感じました。その人物、人間を表現するこの強い力が歌を聴いていただくときにも何とか生かしていきたい。大月みやこの歌にはドラマがある、そして人間の息遣いが感じられる、ほんの少し感動していただけるような、そんな思いで夢を見て今日もまた歌い続けてまいりたいと思っております。忘れたいのにあなた、あなた、やっぱり今夜も寂しくて優しい未練一つで綴って破る風にひらひら恋の宿悲しすぎたらあなた、あなた、涙も出ないと知りました。女の胸に愛をください。恋